だよ、携帯ワゲミ浴槽アーククリスタルテイやっていきたいと思います。今日はね、感謝祭イベントのターキートライアル4の事前情報が出たので解説をしていきたいと思います。七面鳥のめっちゃ硬いあいつが出てくるイベントですね。目次はこちらです。一つ目、イベントの概要。二つ目、イベント限定の生物。三つ目、イベント限定アイテムになっております。まずね、開催期間はこちらになります。2020年の11月24日から12月8までですね。で、現在ね、日にちしか出てない上に、まあいつも通りね、これアメリカ時間の表記なので、日本時間のね、開催時間の詳細はちょっとまだわからないですね。まあ多分ね、いつも通りだったら1日ずれるぐらいの感じが時差で起きるかなっていうイメージかな。で、ただね、もう来週ですね、ターキーは目前でございますよ。ということで、このイベントがどういうイベントかっていうのをね、簡単に説明をしていきたいと思います。まずね、まあ、いつもの感じですよ。イベント生物が出現して、それを倒して、で、まあ、イベント素材をゲットして、料理鍋でクラフトして、限定のアイテムを作っていくっていうのはね、変わらないんですね。それは一緒です。で、まあ、イベント限定のスキンやらね、なんやらいっぱい出るので、で、まあ、アイテムの詳細に関しては後半でお伝えします。で、あとね、今回ね、イベントからね、結構ね、新色が出るみたいで、秋の新色コーデらしいです。はい。ただね、秋らしくね、ダークブルーやオレンジ、ダークレッドみたいに、まあ、感謝祭ってイベントの背景があるっていうのもあるんだけど、少しね、そのバチバチな色じゃなくて、ちょっとね、トーンが落とし目の色かなって感じですね。ちょっと落ち着いた色が多いかなって感じ。まあ、ただね、ブラックとかレッドっていうね、完全に単色の色もあったりするので、ハロウィンに近いね、赤黒っていうのも継続して出るみたいなので、今回のイベントね。なので、ハロウィンで赤とか黒のバッチバチの色、テイムできなかったよっていう人は、今回いいかもしれないね。まあ、僕の場合だと、この間のハロウィンでは、まあ、例えばこのカリコなんだけど、もろくそ赤いでしょ。まあ、こんな感じで真っ赤のカリコをテイムできるっていうような感じかな、今回も。で、まあね、ダークレッドとか、なんかワインレッドみたいな感じの、まあ、結構ね、暗めなダークブルーとか、あとはオレンジとかかな。そんな感じで、ちょっとね、暖色系混じりの、あったかめの色、落ち着いた色っていうのが今回は多いので、まあ、その色がね、結構出てくるかなっていうところで、まあね、ハロウィン引き続き、ちょっと、見分けるのが、難しい動物もいるかも。めんどくさい生物もいる。あれこれ、イベカラーみたいな。っていう生物もいるかもしれないって感じかな。で、まあ、感謝祭っていうね、バックグラウンドがあるから、まあまあ落ち着いているが多いかなっていうようなイメージですね。それでは次に、イベント限定の生物、紹介していきたいと思います。まずはこちらですね。まあ、これはね、ターキーイベントっていう形でターキー出しますよ。で、まあ、ターキーね、英語で、ターキーなんだけど、日本語で言うと七面鳥ですね。決してトルコ人ではないので、皆さんお気をつけください。で、こいつがね、メインの生物になってきます。ほぼほぼね、こいつ一色ですね。でね、こいつがね、基本的にはイベント生物のみになりますね。スポーンするイベント生物はこいつのみって感じかな。で、こいつを倒すと、チビペットと、あとはイベント素材のね、骨があるんだけど、それをドロップするっていう感じですね。で、こいつね、問題としてはね、めちゃくそ硬いんよ。ダメージのカットパーセンテージみたいな、何かしらのダメージカットのパーセンテージがついてるんよね。で、これを普通にやると倒すのが長くかかるんだけど、なんとね、ギガノトサウルス。ギガノトだと、そのダメージカットね、貫通するんだよね。去年のままだったら。なので、これギガノトをね、使うのが、やっぱり倒すセオリーになるかなって感じかな。やっぱりね、去年も個数少なかったから、多分ね。確かそうだったので、まあ、結構ね、多めにターキーはぶっ潰さないといけないので、まあ、そこら辺を看板見て、今回のターキー狩りは、やっぱりギガノトいるいないでめちゃくちゃ効率は変わると思います。そしてね、今回のイベントね、もう一匹イベント限定の生物がいるんですよ。それはなんとね、ドドレックスです。いや、そうなんですよ。はい。ハロウィン終わりました。ハロウィン終わりました。はい。なんだけど、今回ね、出るんです。去年も出たんですけど、今回も出るということでした。はい。で、このドドレックスね、自然にスポーンはしません。ターキーは自然にスポーンしてそこら辺にいるんだけど、ドドレックスはいません。で、どういう風にするかっていうと、仲間にできるんだよね。自分の仲間として召喚することで、ドードーレックスがスポーンするっていう形になるんだよね。で、ただね、めちゃくちゃ強いから、完全にバランスブレーカーなのよ。なので、まあ、リオプレイみたいな感じで、時間制限があって、次元テイムみたいな感じ。
一定時間経つと消滅するって感じなんだよね。であとはボス戦とかにも行けないからガチガチに戦力としては計算できないけどっていうところかな。ただマグマサウルスとかワイバーンの巣に行ってとりあえず全滅させて卵をいっぱい取るっていうことはね結構容易にできるので、まあそこら辺として使うのもまあ悪くないのかなっていうところかな。異常だからね、能力がめちゃくちゃ強いからそういったのもできるかなっていう、まあ逆にそれぐらいしかできないかな。まあ、ボス戦行けないからね、ボス戦行けたらちょっと面白いんだけど、さすがにね、前回と同じだったらドードレックス のスポンジ条件何かっていうと、まあ、骨ね、400個集めるって感じなんだよね。ターキーの骨400個ってね多分結構しんどくて、多分前回が2個とか4個だっけ1体あたり落ちるのが。なのでめちゃくそ硬い生物を100体以上倒さないといけないので、まあまあねイカれた感じなんですよ。っていう感じなので、まあまあね普通にやってたら多分ね召喚できないと思う。イベントアイテムとかも作っていく中で別に400個集めるって相当重いから、そうなるとねほんとねガッチガチでやってまあできる感じやから、普通にやってるとなかなかね難しいかなっていうところもあるかな。まあ、ただね俺はねワンチャンちょっと1回ぐらいは堂々レックスね乗りたいなって思ってます。それでは最後にメインとなるイベント限定アイテム、今回新商品だけ紹介していきたいと思います。まずスキンだね。スキンは、3種類出てまして、感謝祭のテーマのセーター、そして水着で、ハワイのテーマのシャツですね。でこれがねイベントのメイン画像だったんだけど、多分こんな感じでまあアットホームな洋服になるんじゃないかなって感じですね。まあ、ハワイのテーマのシャツは多分パリピ感出てると思うけど多分ね感謝祭テーマは多分アットホームな感じになるかなって感じだね。あとはね去年のスキンももちろんあるので、まあ、ハット系とか、まあ、上下の洋服っていうのももちろんあるので、まあ、去年に引き続き作れるって感じかな。でとりあえずねスキンに関しては種類が結構あるので、一覧はね動画詳細欄に記載しているので、見たい方ねそちらから見ていただければと思います。次にねキャンディーですね。キャンディー、これはね、まあ、どのイベントでも最近は出ている恐竜用のキャンディーですね。色が変わって速度が上がるっていうキャンディーですね。で、その色っていうのが今回のイベントのターキーカラーのイベントカラーになるっていう感じかな。まあ、今回はね、まあ、ちょっと地味めな色が多いというか、まあ、シックな色って言った方がいいのかな。が多分多くなると思うので、まあまあね、なんか大人な雰囲気を醸し出せるんじゃないかと思います。まあ、キャンキャンっていうよりか、姉キャンって感じ。うん、まあ、俺もまあ、毎月買ってる。うんうん、買ってる、ほんと。うん。そして、お楽しみの、チビペットはなんと、ターキーを倒すとドロップするみたいです。多分ね、確率なのかな ?100% 落とすのかな、そこの明記はなかったけど、ターキーをね、倒すとドロップしますっていうことでした。で、まあ、サマーバッシュとか、前のハロウィンとか、では素材を集めてクラフトするっていう中の一つだったんだけど、今回は素材と一緒にドロップするっていう感じで集めやすい仕様になってるかなっていうところですね。で今回もねもちろん新商品出ております。5種類あります。一つ目がねイカちゃんことツトテウッティスだね。でもう一つがクモのでかいボスだね。あのブルードマザーのなんとチビペットが出るらしいです。でもう一個が帽子をかぶったカワウソらしい。多分イベントで作れるどれかの帽子をかぶってるカワウソかな。まあ、多分あざといんだろうね。で、もう一個がカマキリで、そしてダンクリですね。イカちゃんね、ついにね、チビペット実装ということなんで、僕はね、結構楽しみです。欲しい。で、そして、やっぱね、一番の注目はなんと、ボスのチビペットが初実装ということで、ブルードマザー来ました。でもさ、これブルードマザーちっちゃくなったらさ、いつもさ、うざいさ、ちっちゃい雲いるじゃん、タイムできて、この間ブリーディング解禁された。あの雲とさ、一緒な感じになるんじゃね?区別つくかな?なんか上の方にやっぱ盛り上がってるから、そこら辺をディテールをちょっと細かく表現してくれるのかな?ちょっとわかんないけど、まあ、キモいでしょうね。うん。そして、帽子カワウソだね。これはね、多分イベント限定のこのターキーのイベントスキンを被ったカワウソだと思います。まあ、多分あざといかな。超可愛くて女子人気が出ると思います。なので、女性リスナーさんを増やすために、今回は、このカワウソを捕まえ次第、ずっと片身離さず持っておくと、宣言したいと思います。よし、これがあれば下ネタ言っても多分大丈夫。よし、そうだろう、そうだろうな、カオソ、そうだよな、そうだよな、カオソな、そうだよな。で次にね、カマキリだね。カマキリ最近勢いあるよね。ブリーディング解禁された次はチビペット、そしてダンクル、ダンクルだね。最後はリバランスで強化されてなお影が薄いダンクル。ちょっともうやめて、ダンクルのライフルゼロよ。か
かわいそう、やめてあげて、やめて、やめって感じのチビペットたちでした。いや、イベント待ちきれないね。いや、もうかなり僕は戦闘態勢入ってます。次はイベカラーのクリスタルワイバーンのブラッドね。ハロウィンでゲットできなかったからイベカラーいたんだけど、しょっべー能力だったから、次こそはいい能力のブラッドをゲットしてボス戦へ向けた艦隊をちゃんと構築したいと思っている。ちょっとね、グッとくる艦隊を作りたいです。はい、ということでね、最後にターキーイベントの簡単な文化背景ね、日本ではね結構馴染みがないから簡単に解説していきたいと思います。ターキーはね、感謝祭っていうね、祝日に食べる通例なんだよね。まあ七面鳥なんだけど、まあ七面鳥の丸焼きとか、七面鳥のお腹の中に野菜とかなんかライスとか入れて丸焼きにするとか、まあそういうのいろいろあるんだけど、そういう感じで、まあターキーを食べるんだよね。まあ正月のおせちみたいな、日本で言うね。そんな感じなんだよね。で、感謝祭は何かっていうと、北米のアメリカとカナダの国の祝日なんだよね。まあなんか日本だと、まあなんか体育の日とかなんかわかんないけど、なんかいろいろあるんじゃん、緑の日とか。ああいう感じの国民の祝日。で、それが感謝祭っていう感じなんだけど、で、アットホームな感じなんですよ。基本的に家族が集まって、まあ、まったり食事をするって感じなんだよね。まあ、あとは親しい友達とかと集まって食事をするっていう感じなんだよね。なので、まあ、なんかね、色もね、イベントカラーの色もバッチバチの色とかではなくて、結構アットホームな色が多いのはそういうことなんだよね。よりまあシックな感じが多いかなっていう感じ。あったかい感じの、なんていうかな、イベントというか祝日なので。で、その温かい家族の集まりの祝日の、まあ、イベントになりますっていう感じなんだよね。で、結果的に、まあ、アークではターキーと、まあ、全面戦争のやり合いになって、最終的に、ドードーレックスで破壊の限りを尽くすイベントになりました。はい。それでは本日もご視聴ありがとうございました。現在ですね、チャンネル登録5000人、1万人、10万人で目指すより、ぜひ応援していただけると嬉しいです。楽しんでいただけるよう動画生放送を今後続けてまいりますので、チャンネル登録お願いいたします。また、いつもコメントや高評価くださってる皆さん、生放送に遊びに来てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね、恐竜ライフを一緒に楽しんでいただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。サンクスギビング、バイバーイ。